やっぱインスタライブの通知行ってないんだ、みんな。なんでだろうな、なんで何が起きてる。インスタライブの通知ってさ、どうやったらみんなに行くようになるの。なんか最近行かなくなったっぽくて。なんでだと思う。助けて。今結構インスタライブしたのはいいんですけど、結構眠くて、振り付けした TikTok 踊ってありがとう、まあ、来てる人と来てない人がいるんですね。皆さんは私のインスタライブの通知をオンにしていただけるととっても嬉しい気持ちです。歯が痛くて、歯っていうか歯ぐきが痛い。え、あーしにめすか。超チルなラッパーさっき出した年中さ、夜ご飯作ろうかなって思って、ゆかさ7時からさ美容室行くんよ。やけんさ、それまでにちょっと夜ご飯作ろうかなみたいな思って、待って、イヤーカフあった。恐怖だった。明日からまたお仕事ですね。何作るの、何作ろうかな。今日の服はですね、フーズフーで買ったやつ、スウェット着てます。髪に染める、ちょっと暗くするだけだけどね、いつもそんな派手にド派手に変えたりはしないから、あんまりみんな気づかないけど、あ、ちょっと暗くなったぐらいにします。切りはしないと思う。夜ご飯どうしようかな。もうなんか春雨スープとかでいいんやけど、よくめんどくさい作るの。前髪はいつも自分でやるけん美容室でやってもらわん。昨日着てた服、何着てたっけ昨日。あ、昨日はパラグラフっていうとこ、あの新宿のルミネにお店があって、そこで買った。捻挫してるんだけど治らなくてさ、痛い。あ、サロンパス貼ろう。でも臭いよね、サロンパスって。やめた。ゆかちゃんがよく買う服のブランド、え、マジ最近いろんなところで買ってる。え、ほんと何食べる。みんな夜ご飯決めて。ゆかの決めてくれたら、いうか今から配信しながら作るは寂しいから、多分ね簡単なやつだったら配信しながら作ろう。ちょっとハンバーグはめんどくさいそば、カレー、オムライス、ハンバーグ。ハンバーグは買い物から始まる。コロッケとかはね、冷凍があるんよね、もう冷凍してある。ハヤシライス、オムライス、やっぱあれだね、買い物に行かなくちゃいけないか。これはゆちゃが料理してるところはね、 YouTube に載せてるよ。餃子、明太子、卵焼き、あ、卵焼き、この前オムライスで使っちゃってね、あとオムライスの卵焼き、間違えた、あと卵1個しかない。鍋、
野菜スープ、お味噌汁、まあお味噌汁が一番無難だよね。まあ私の今の冷蔵庫の中に何があるかちょっと見よう。あ、うどんいいね。あ、うどんにしようかな。さっき結構な断捨離をしまして、うどんにしよっかな。なんか明太子うどんってあのが好きなんですよ。めっちゃマジうまいよ。大葉もあるし、海苔もあるし、卵も1個だけあるし、明太子も、うわ明太子冷凍したわ、めんどくさ。スパゲッティ、あスパゲッティって言ってもあるわ。あパスタ、鼻かゆ。コーンスープも冷凍がある。別に、あ、人参ないからカレーは無理でしょ。え、明太子うどんガチうまくね。最近なんかそれしか食べとらんかもしれんよか。え、でも聞いてほしい、あの明太子を冷凍していてですね、私はその冷凍した明太子を解凍するのにチンしたらあれじゃない、あのあれだよ、チンしてしまうものなら茹で上がってしまう、わかる、あの色変わっちゃうやつ、明太子の。え、そういう感じになっちゃうから、ちょっと一回もう一回考え直そう。ポートフ、ウーバーはダメ、コーンフレークは死ぬ。何でも冷凍、いや冷凍ってマジで神だよ。え、冷凍庫ってマジ神だから、本当にそこはもうおかゆで、あ、おかゆありね、ありありあり、たまに食べたくなるよなおかゆって。焼きたらこ、あ、そうそう、それが言いたかった。プレーンのうどんあんま好きじゃないか、おつゆのないうどんが好きなの、ざるうどんとか。チンしたら茹で上がっちゃうでしょうが、明太子の冷凍自然解凍でしょ、よくもそう思うの。冷凍してありますのはですね、コロッケがあります。いや卵かけご飯ありだわ。でも卵をちょっと前に買ったやつだからさ、卵は新鮮なやつじゃないと卵かけご飯しない方がよくないって思うんですけど。あーもうどうしようかな、悩んでる今。今明太子うどん食べたい気分だったんだけど、明太子を冷凍しちゃってるんです。ていうか春雨すぐ危ねえ、今外を見せるところだった。カーテン閉めます。うどんの上に目玉焼き乗せるの結構、あ、間違えた、結構初対面それは。よし、ゆっくりチンすれば、え、それできないな、ゆっくりチン、加減がわからない。ちょっとまずはさっき梨食べたから見て、梨のゴミ、春雨スープかお味噌汁どっちにする。なんかさ、ファミリーになった気分、みんなと。マイファミリー、これね、フーズフーで買った、抜けれん、ブレスレット取れん、味噌汁、春雨でいいか。じゃあ春雨だったらご飯食べなくていいから、
My family。キモいとこ言われた。ピエン。ピエンピエン。まず洗い物から成し遂げていく。インスタライブさしながらさ、ご飯作ったりさ、洗い物したりしたりしたりさ、洗濯物を畳んだりするのさ、多分床だけだと思う。体重のどこを探してもそんなに適当な人はいない。でもさ、一人でさ寂しいじゃん。洗濯とか嫌いだしさ、洗い物とかも好きじゃないからさ、一人でやるんだったらさ、みんなとさインスタライブでさ、この辛さを共有しながらやりたい感じ。こんな生活感あるインスタライブ、え、それなガチそれよく言われる。だからなんかそのインスタで相互の人とか、なんかインスタでしかつながってない人とか結構いるんだけど、なんかそういう人に見られるとすごい恥ずかしい。頑張ったの。本当に帰りたいよ。実は、実を言うとみんなに内緒にしてるんだけど、結構福岡に帰りたくて。だけどみんなも頑張ってるから、ゆかも頑張らんといけんって思ってます。春雨スープ。深梨ゆか本名です。絶対料理上手だよね。え、マジそんなことないんだよ。本当にあのちゃっちゃかちゃっちゃっちゃって作ってる。なんか一人の時とかめっちゃ適当だからね。ゆかスタイルブック楽しみにする。ありがとう、楽しみにしててくれて嬉しいです。でも今年中に発売できることは決まっているので、お待ちくださいませ。これから撮影なの。え、明日夢っすか。超チルのラッパー。何しようとしたっけ。何やってるのかっていうと、洗い物をしている。ささみの夜ご飯、え、作ってくれてんの嬉しい。あれめっちゃうまいよね、マジでガチうまいよ。マジうまいんさ。やばい、オムライス食べたくなってきた。どうみんな、結構オムライス食べたくない？好きなんて言えない。お、ここに加工つくことあるか。しか見えないの、目が合うたび、声を聞くたび、愛しくなる、切なくなる。自由な、自由すぎるインスタライブですまねえな。鼻がかいいぜ、さっきからずっと。え、ご飯ってさ、なすすべなくない？え、オムライスにしよっかな。オムライス食べたくなってきた。
あ、でも今さ、コーン、あ、コーンあるわ。コーンとピーマンと、え、オムライスって何入れるっけ。コーンとさ、ピーマンとさ、え、ハムないんだよね、もう。え、オムライスって何入れるんだっけ。あ、玉ねぎだ、玉ねぎ、玉ねぎ入れるんだ。卵1個でできるかな。でもちっちゃいの作ればいいか。今そんなにさいらないからさ、じゃあちっちゃいの作る。